臨界全核実験の装置臨界全核実験が行われる u 1 r 複合施設の外観臨界全核実験あるいは未臨界核実験は核物質を臨界状態に至らない条件に設定して行う核実験。核兵器の新たな開発や性能維持のために行われる。アメリカ合衆国やロシアやパキスタンなど過去の核実験のデータを蓄積した。 核保有国において行われている。核物質の高性能爆薬による爆破、圧縮や大出力レーザーの照射によって行われ、主に物性変化を観察することが目的である。実験結果はコンピュータシミュレーションの基礎データなどに利用される。核物質が臨界に達する前の段階で実験は終了するため、通常の核実験で起こるような先行、熱、 爆風を伴う核爆発は発生せず、環境に対する汚染もない。包括的核実験禁止条約は、第一条において核爆発の実施を禁止対象としているが、臨海全核実験は核爆発を伴うものでないため、CTBT の禁止対象とはなっていない。米国では、冷戦終結後、1992年以来新しい、 核兵器は開発されておらず、既存の核兵器も製造後20年以上経過し、経年変化が進んでいる。このような状況下での核兵器の性能及び安全性確保のために、エネルギー省は核兵器備蓄性能維持計画を策定し、2000年にこれを執行する機関として、国家核安全保障局という外局を設置している。ザからは、 ローレンス・リバモア国立研究所、ロス・アラモス国立研究所、サンディア国立研究所などの機関に多額の資金が供給されている。臨海全核実験は、ザの統制下で、ネバダ核実験場のエリア1に設けられた有一、R 複合施設と呼ばれる地下実験施設において、ロス・アラモス国立研究所が主体となって実施している。 1> u 1 r 施設の主要な部分は963フィート地下に掘られた複数の水平トンネルからなり、その総延長は1.4マイルである。また、サンディア国立研究所の核融合実験装置、X 線発生装置である、Z マシンを用いた爆薬を必要とせず核爆発も伴わない、プルトニウムの試験が行われている。これは、マスメディアなどでは、 一応臨海全核実験とは区別して新型核実験と呼ばれている。核兵器備蓄性能維持計画はこれらの実験とスーパーコンピューターを用いた詳細なシミュレーションにより実施されるとされている。米国に関しては情報公開法に基づき公開されているが核保有のその他の国については公開されていない。基本的にはスーパーコンピュータと 臨海全核実験の併用により開発が続いていると考えられている。その理由としては、双方ともに実験の秘匿性が高いということと、核兵器の製造の容易さによるものと考えられる。斎藤直樹。包括的核実験禁止条約の意義とその問題点。2016年7月10日閲覧。日本政府。参議院議員。 やたべおさむくんがい提出政府の比較政策に関する質問に対する答弁書。参議院。2016年7月10日閲覧。県持陽子米国の備蓄核兵器に関する位置考察。防衛研究所記用第13巻。第2号。オフィスオブストックパイルストアードシップンザ。ハットアンダーグラウンドファシリティアットネバダナショナル。セキュリティサイトンザ。 ハット・ザ・ニュー・ワールド・オブ・ザ・ネバダ・テスト・サイト・ロス・アラモス・サイエンス・ナンバー28-2003アバウト・ U1A ファシリティ・ハット・ベイ・新型の核実験プルトニウム少量使用臨海前を保管中国新聞2011年5月24日ベイ・5回目の新型核実験中国新聞2012年9月20日オフィス・オブ・アドバンスト・シミュレーションコンピューティング・ザ・ ありがとうございます。